オラポの配信はオラポがジジババになっても見るよ。だってジジババまでやってるかな俺たち。ジジババになってやってたらやばいでしょもう。ジジババになったら結婚するか。それまで相手がいなかったら結婚するべ。なるほどね。うん。どっちか死んでるんじゃないか。死んでるかもしれん。でもそれはね。いや、みんなさ、なんか盛り上がってるけどさ、いいのかそれで。ジジあのね、要するにね、あのね、プロポーズとかじゃなくて、あの、100% ないって言ってるんよ。そうなんだよ。ごめんな、あの、みんな申し訳ないけどね。しかも、ジジババになってからだからね。多分だけど、俺、ジジイになる前に結婚するよ。申し訳ないけど、まあ、そうね、さすがにね。ご祝儀もらっちゃった感じやん。ギルくん、何ギルくんの配信見たら満面の笑みで座ってた。おい配信見んじゃねえか。いやなんかこのやりとり絶対ギルくん聞いてたらニヤニヤしてんだろうなって思ってツイッチのギルくんの配信見たらもう座りながらめっちゃ姿勢よくもうニヤ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 してたからめっバレた。ちゃトイレにしやだってそろそろ戻ってくるよなって思ってたもん。そしたらでギルルも独身だったら養子に入れてあげるね。ガッツポーズしてる。周りのみんなが独身だったら養子に入れよう全員。全員な。うん、全員養子にしよう。言っとくけど絶対さっきのとこ切り抜きされるからな。結婚しようみたいなあのサムネのあれで。いやわかる。もう切り抜き師がもうウォーミングアップしてるよ。今もう録画し終わってこうやってやってる。録画し終わってもうね、もう字幕つけてるよもう。悪意のあるタイトルはつけないでほしい。でもそのままのセリフで載せれば別に悪意ではない。そういう切り抜きとかあの実際に言ってることとかね、まあ、ちょっと伏せ字とかにして興味をそそるようにして見させるのが、まあ、その動画だからね。まあいやでも悪意あるよ。そんなこと言ったらねあれだよ、あのギル君のさサムネ見てみ。あれ悪意ないよ、ちゃんと言ってる言葉だもん。ほら見てこのギルくんのさ動画、急に立花ひなのを舐め始めてしまう神戸くん。いやだって舐めるって言ったじゃんあの時。なんやねんお前ほんまに最悪。いやほんとだもんそれ。えぐいよね、ほんとのことだ。いや嘘ついてるのが一番悪い多分。